富沢遺跡、富沢遺跡は宮城県仙台市大白区長町南4丁目にある複合遺跡。約2万年前の森林や弥生時代の水田遺構が発見された。広瀬川と名取川に挟まれた中石平地上にあり、1982年以後、発掘調査が断続的に行われた。その結果、高気球石器時代から近世にかけての 複合遺跡であることが判明した。1987年から1988年に行われた第30次調査で地表下3メートルから約2万年前の森林と人間活動の痕跡が発見され、ナイフ型石器や叩き石、石角などの石器類の湿度や焚き火跡が確認された。また、森林の後からは樹木依存体や笠か葉や 昆虫の羽根、鹿の糞などが発見された。1996年11月2日には、旧石器時代森林跡を現地で保存、展示する地底の森ミュージアムが開設され、森林跡の保海物などが展示されている。また、同じ第30次調査では、弥生時代の水田以降も発見された。当時、東北地方での水田跡の検出は、 青森県南津軽郡田舎建村の水流遺跡に次ぐものであり、現在までに20ヘクタール以上に及んで見つかっている。同地域で、弥生時代の段階で大規模な稲作が行われていたことを示している。ありがとうございます。